こんにちは。こんにちは。今回、はい、江頭優也から重大発表並びにお願いがあります。そうなんです。そしていろいろありまして、はい、なんかここで言うのはちょっとずるいんじゃなかろうかとかいろいろ話し合って、うん、いや発表するべきだろうと思って、はい、ありがとうございます。江頭優也の口から直接お願いしましょうっていうことになりました、はいはい、で多分事情知ってる人もいるかと思いますが、はい、直接そうですね、江頭優也の方から、はい、もらおうかなと思って。ありがとうございます。なので僕はもうここで退散します。退散する。僕はもうあとはもうあなたが、あ、わかりました。僕は見てますよ。釣り岡ハウスをご覧の皆様、私江頭優也、番組の中でポロポロっていう歌を歌わせていただいてたんですけど、その歌多分聞いたことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、その歌をですね、ミュージックステーションに出るための M ステの階段というオーディションにポロポロという曲で応募しまして、現在一次審査を通過しまして二次審査の途中でして、本日、18日金曜日23時59分まで、投票可能ということになっておりまして、投票数で最終審査、三次審査に、いけるかいけないかということになっております。現在1700組ほど出てらっしゃる中で今13位ということですね。もうたくさんの方に、投票を、していただいて13位というところまで上り詰めてはいるんですが、もうちょっと、皆さんのお力が必要なので、ぜひ私江頭優也に力をください。じゃあそれでは応募しているそのポロポロという曲をちょっとショートバージョンで聴いてもらおうかなと思います。ちょっと歌わせていただきます。そしたら、じゃあショートバージョンで聴いてください。ポロポロ。小さな頃に歩いた道を大人になって歩いてみた。思い出がそっと肩を叩いて、あの頃に帰りたくなった。ごつりしすぎのこの街は僕を一人にするけれど、優しさがいつもそばにあるから、今日も僕は眠れ。概要欄の方にですね、投票ページの、リンクを貼っていただいているので、そちらからポチッと押していただければなと思います。絶対 M ステ出ますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。